リチャード・オーガスティン・ロドリゲスは、ドミニカ共和国サンティアゴ州サンティアゴデロス・カバリエロス、出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のピッツバーグパイレーツ所属。愛称は痩せた犬を意味するペロフラーコ。2010年にヒューストン・アストロズと契約して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・アストロズで、プロデビュー。 5試合に先発登板して2勝1敗、防御率2.00、16奪三振を記録した。2011年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・アストロズでプレーし、4試合に、登板して、防御率9.82、3奪三振を記録した。2012年は、アパラチアンリーグのルーキー級、グリーンビル・アストロズ、A 級レキシントン・レジェンズでプレーし、 二球団合計で9試合に登板して2勝1敗、防御率3.85、41奪三振を記録した。2013年は、A-9 取リしてバレーキャッツと A 級、クアッドしてリバーバンディッツでプレイし、二球団合計で30試合に登板して4勝1敗、1セーブ、防御率4.47、41奪三振を記録した。2014年は、 a 級ランカスタージェットホークス、a 級コーパスクリスティ、フックス、トリプル a 級オクラホマシティレットホークスでプレーし、3球団合計で34試合に、先発登板して2勝2敗、防御率3.62、67奪三振を記録した。2015年は、トリプル a 級フレズノグリズリーズでプレーした。ボルチモアオリオールズ時代2015年6月25日に、 金銭トレードでボルチモアオリオールズへ移籍した。移籍後は参加の AA 級ボーイベイソックスとトリプル a 級ノーフォークタイズでプレーし、移籍前を含めた3球団合計で46試合に登板して7勝4敗、防御率2.47、74奪三振を記録した。2016年はトリプル a 級ノーフォークでプレーし、48試合に 投板して6勝2敗にセーブ、防御率2.53、81奪三振を記録した。2017年、マイナーでは、トリプル A 級ノーフォークでプレーし、42試合に、投板して4勝4敗10セーブ、防御率2.42、80奪三振を記録した。9月1日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りし、翌2日のトロントブルージェイズ戦で、 メジャーデビュー。この年メジャーでは5試合で防御率14.29だった。9月17日にィーフとなり、同日中にマイナー契約でトリプル A 級ノーフォークへ配属された。オフの11月6日に FA となった。2017年12月7日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結び、2018年の スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2018年の開幕は参加のトリプル a 級インディアナポリス・インディアンスで迎えたが4月13日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。そこから右のリリーフとしてメジャーに定着し最終的に63試合に登板して4勝3敗、防御率2.47、88奪三振。 15、ホールドを記録した。シーズン終了後には、パイレーツの球団最優秀新人に選出された。投球の75%は、高回転の速球で占められている。ありがとうございます。